993こんにちは。かわいい、ひーたんさん、かわいいですありがとうございます。すごいかかしさん、こんにちは。10番です。みんなフォローしてください。フォロー、いいね、お願いします。やばい、追いつかない。ん？ひーたんさん、こんにちは。コメントありがとうございます。佐藤英二さん、こんにちは。みんなフォローお願いします。10番で、ね、10番でしかしてないけど。いなっしーさん、こんにちは。やばい、追いつかない。なんかみんな質問あったら、まあ初対面だからわかんないけど。どこ行った？イナッシーさん、こんにちは。すごい、いっぱいいっぱいある星が。すごい、みんな来てくれてありがとうございます。どこ行った GPZ900R さん、こんにちは。あれ、これ消えちゃうのか。すごい、みんなありがとうございます。どうしよう、何話せばいいかわかんないけど。かわいい、ドラコさん、かわいいありがとうございます。あんまかわいいブルーさん、こんにちは。 SKE のオーディションで珍しい美人そんな、みんな美人です。三浦さん、こんにちは。ダンボールさん、こんにちは。プーさん、かわいいみんな可愛いって言ってくれる。10番です。じゃこれ段ボールで作りましたなんか切れてるけど。ゆなさん、自己紹介お願いします。自己紹介は、私はエントリーナンバー10番の17歳で、今高校3年生です。で、出身地は愛知県で、なんだろう、部活はダンス部に入ってます。で、なんか小学校の時はバレー部に入ってて、中学校の時にハンドボール部に入ってました。あと何言えばいいんだ。ダンボールさん、受かりそう。ちょっか受かるかな、受かってほしい。こんにちは、はじめまして。おはようございますさん、はじめまして。三浦さん、追撃開始、追撃開始やばい、追いつかない。逆転優勝そんなするかな。みんなフォローしてください。ありがとうございます。中学時代誰かに、したっていうか、されしちゃう、する側する側にされる側もあるか。こんにちは。何歳？オースティンさん、ありがとうございます。17歳です。花のセブンティーンでそっか、新しく来る人がいるから何回も自己紹介した方がいいのか。
私はエントリーナンバー10番の17歳で今高校3年生です。で部活はダンス部に入ってて、好きな教科は体育でなんか通知表とかも4か5しかなくてびっくりした。出身は愛知県です。こんにちは。17歳です。17歳に見えますか多分実物見るとあれかもしれない、まあ、ちょっとメイクで大人っぽくなってるかもウェルカムコメントはピン止めで固定できます。あ、そうなんですか。ピン止め、ウェルカムコメント、これか。あ、やばできたかな。あ、やば、あれ、なんか変なとこしちゃった。ん、コメント見れなくなっちゃった。これで固定できたってことか。ちょっと待ってください。派手な10番。そう、なんか派手な。では10番で覚えてください。この10かけれる。首にかけれる。ゴージャス。みんなこっちの方が覚えやすいかな。同い年ですか。よろしくお願いします。地元、おお。もしかしたら合ってるかもしれない。完全率先力ありがとうございます。あ、やばい。身長はケメ結構低くて 152.4 ですでもなんか測る機械によってめっちゃ変わるんですけど、だいたい152とかです。ちっちゃいんですよねケツ、あ、ごめんなさい、誕生日が1月31で、血液型 A 型です。まあ、あんま A 型っぽくないんですけど。でも、親もみんな A 型なので、A 型です。誕生日は1月31で。初見見つかないぞ。はじめまして。初見、私、ごめんなさい、初配信であんま分かんないんですけど、やばいコメントがちょっと消えてっちゃう。あれ、なんか出た、びっくりした。みんな星ありがとうございます。星、お星さんは、こんにちは。なんて呼んだらいいの。なんかみんなって決めてほしいです10番なので、なんかてんちゃんとかわかんない、なんかあだ名決めてほしいです。調裁女漢字読めない。調裁女、
初見です、ありがとうございます。六甲の道楽人さん、ありがとうございます。美人じゃないですありがとうございます。めっちゃ色白で美人さんじゃないですか。いや、そんなでも、もともとハンドボール部で外でやってたんで、めっちゃ真っ黒だったんですけど、なんだろう、なんか白くなりました。10周年みんな10周年、全然10円玉優勝したり、確かに10円玉優勝、これ10に見えてんのかな、 10って勝てない気がする。テロップに出身地年齢書くのもいい。本当ですか。テロップってどこだ、なんかカラオケできて、んどうなってるこれ。おお、30位になった、ありがとうございます。でもまだまだいっぱいあるので、だってテロップ配信設定、あ、これか、テロップ、出身地が、出身地が愛知県で、年齢、出身、どうしよう出身地は愛知県で、年齢は17歳です。なんか LINE とか打つときにめっちゃ言葉に出ちゃうタイプですなんか静かに打てないです。これでいいのかな。こんにちは。10円パン確かに、あの10円パンの、あんなに紙袋に、でもあれ食べたことないんですよね、いつも見るけど、あれどういうやつなんですか、10円パン。10歳、違います、エントリーナンバーが10番で17歳、1月が誕生日だからまだまだ成人できてないですね。無音で見てますが、めちゃめちゃありがとうございます。無音ですか無音ならなんかピースしとくフ欲しくて可愛い、欲しいあ、1月31です、そうです。アナさん、ありがとうございます。愛知県にこんな全人材がね、ペーさんあんまり、そういうしっかりした10番の作ってくるあたりがポサワ、あ、本当ですかよかったです。でもちょっとなんか雑なんですよね、作りが初配信なんです。ちょっと忙しくてあんま出せてなくて、もう期間短いからちょっと忙しい出身愛知県です。愛知県の人どれくらいいるんだろう、見てくれてる人で。15分経過し、これ何時間ぐらいやるのがいいんですかね、全然わかんない。エントリーナンバーをそんなにアピンないでも、エントリーナンバー
覚えてもらった方がいいかなって。あ、すごいみんなやっぱてんちゃんあ、オーディション初めて SK の受けたんですよ。そうで全然分かんなくて、もう17歳だからちょっと遅いかなって思ったんですけど、ちょっと受けてみますそうハンドボールなんで、あのハンドボールだと右側のポジションをやってました。お世辞抜きで美人さんでびっくりして感動しましたありがとうございます。いや全然本当に、ハンドボール部アピールポイント本当ですかハンドボール部なんかな、27位になりました。ありがとうございます。髪自分で巻いた？え、髪巻いてないですちょっと今度巻いてみようかなちょっと今はストレートで、触覚もちょっと巻き取れちゃったっけ。すごいみんなありがとうございます。こう弱め、結構弱め、あんま変わんない、肌加工ぐらいです。持ってる紙の数字はエントリーナンバーです1番です。どうしよう、てんちゃん、てんちゃんのいい血液型は A、 身長 152.4、 ハンドボールまで分かったけどね。あ、年齢は17歳で出身地は愛知県です。このテロップって止めれないのか。将来の選抜候補なれるかな。結構これでかいです。もう合格で全然全然頑張んないとね、こっから。でもみんなすごい頑張ってるから、うんビジュアル面候補ビジュアル面候補なんてあるんです。そう、身長めっちゃ低くて、なんか小学校の時バレエやってたけどあんま伸びなかったです。テロップ失敗してる？出てない。あれ？ごめんなさい。出身地愛知県、出身地愛知県、年齢17歳。テロップってどこに出るの？こんにちは、ありがとうございます。可愛い子が全然全然、この加工ついてんのかな、わかんないんですよね。アイドルオーディション受けるの初めて、初めてです。だから全然仕組みとかも分かってないんですけど、絶対入室したら美人すぎて絶対皆さんからしませんよ。こう配信少ないくても仕方ないよね、可愛い子が受けてくれるって知ってくれてありがとうございます。これみんな褒めてくれる北海道から、おお、めっちゃ遠い。あの修学旅行で北海道行きましたよ。北海道のどこだっけ、あのなんだっけ、なんだっけ、なんかおばたみたいななんだっけ、忘れちゃった。
小畑みたいなとこ行きました。なんか札幌ラーメン食べました。加工本当についてんのかな、あんま分かんない、ついてない分かんない、ついてんのこれ、あ動いた、加工取れないのかな、なんかもともと設定されたままやったのでもう分かんない。オーディション受けてくれてありがとうありがとうございます。アイドルになりたいと思ったきっかけは、なんかすごいアイドルってなんかアイドル自身も楽しんでる感じがするし、それを見てるファンの方たちもすごい楽しんでて、なんかなんだろう、一体感が出るみたいな、でそんな舞台に私も立てたらいいなって思いました。みんなが楽しいから、みんなを楽しませて自分も楽しむことができるアイドルになりたいです。髪長いね、はい、そう、あの去年いつから2年前か2年前に1回ボブにして、そっからもう来てないです。外のグループのオーディション受けたことありますか？受けたことないです。この SKE だけ受けました。この子合格させんかったらさすがにブチ切れ全然他にすごい可愛い子がいっぱいいるので、うん、ダンスのあ、そう、ダンスは高校1年生から初めて初心者で入ったんですけど、でみんなで何人かな、100いくかいかないぐらいなんですけど、その 1,2,3 年生の中から10人だけ選ばれる大会があって、それに私選ばれて、えみたいなでも家でその代わりなんか筋トレとかトレーニングしてて、努力が実ったかなって感じ。あ、やばい、めっちゃやばい、これコメント消えちゃう。17歳でこのビジュアルなら将来楽しみ。いやそんな将来、将来どうなってるかな。スマートフォンは iPhone13 です。前はなんだっけ、8使って13に変えました。かゆい。なんなら明日から公演ですけど全然壊滅しますよねエントリーナンバー、出身地、年齢、趣味などを書いて後ろの、おーおー、確かになんかホワイトボードはあるんですね。このホワイトボードに書いとこうかな。テロップは文字数制限あるからオーバー、あーそういうことかな、オーバーしてた、あ見え見えない。もう押し決定、いやそんな押しない、嬉しいですね、押し、香取慎吾さんと、あそうなんです、そうなんです、なんか調べると出てきますよね、私もびっくりして、顎ん、額、額の癖が、額
たい。謙虚なところも押せますありがとうございます。ハートデカ輸送うなの笑う。ハート、あ、小樽、そう小樽です。北海道の小樽に行きます小樽で何食べたかな、なんか去年だから全然覚えてないんですけど、もう札幌ラーメンは食べて、あと何食べた、なんかあんま時間なくてあんま食べれてないです。すごい、ありがとうございます。小樽です。なんか北海道ってマックが3個しかないみたいな聞いたんですけど本当ですか。他の候補者も見たけどあなたはいい方だと思う本当ですか。あんま慣れてなくて分かんないけど、こんにちは、笑顔かわいいなんか私笑うと目なくなるんですね。ショールームはデフォでほんのり加工される。あ、そうなんだ。これ取れないんですかね。でもちょっと加工されてる？わかんない。ダンスとか習い事してましたか？いや、習い事は小学校で全部やめちゃって、唯一通ってたのが塾ぐらいで。でも習い事はあの書き方、公式と、あとピアノと塾を3つと、あ、でもそんぐらいかな、そんぐらいですね。塾は結構買いましたねでもあんま変わんなかったですね塾って。ボブも見たい。ボブできるかなでもなんかみんなボブ派なんですよ私のこと。でも私的にはロングが好きで。ボブ見えるかな、わかんないか初見です、ありがとうございます。フォローしてください。出身地はどこですか。愛知県です。愛知県です。愛知県ってなんかあるかな。あずきじゃないのけ、小倉トーストとか有名ですよね。明らかに他の子とレベルが違うそんなことないです。こんにちは。ハンドやってたならジャンプ力ありそう。いや、そんなないですよねどうなんだろう、普通の平均のジャンプ力が分かんないけど、あの体力測定とかでソフトボール投げとか一番得意でした、ハンド部だから合格やな、いや分からない、落ちるかもしれない。可愛い上にダンスもできる。普通なら落とす理由なんかないけど、うちの運営だからな、調子頑張って受かります。みんな応援してください。ちゃんと用意してるの偉いありがとうございます。もう私硬質習い事やってたけどめちゃめちゃあんまじ得意じゃなくていや、ちょっと書くのがあれなんです。あ、紙に書いて貼った方がいいか、あんまぶら下げるものがないから。これ持つの疲れないです。でも持ち上げないと見えないけど、そう、銃でかすぎ、そう、めちゃで手より大きい、そんなことない、なんかでかくなってここ切れちゃう。ビジュアルよし、性格よし、今すぐ合格させないと絶対後悔するそんな、うん、坂道受けたの、いや受けてないです、これが初めて。お肌
初かな。こんばんは。そうです、こんばんは。初めてやりました。次の配信とかは明後日26とかになります。ちょっと部活が忙しくてあんまできないですよね。動物園とか行った。動物園あんま行かないんですよね。動物園はいつで最後かな。高1年生の時かな。高1年生の時にさっきまで小樽に行ってました。お小樽なんか食べましたか。え、めっちゃ可愛いですね全然可愛くないです。こんにちは、はじめまして。91で、え、マック91店舗ある。え、なんか誰かが3店舗しかないって言って、みたいなあの北海道広いのに3個しかないのみたいな。めっちゃ知り合いに会いそうとか思って。え、91店舗あるんですか、知らなかった。え、なんか嘘つかれるんだそうなんだ。北海道今何度ぐらいなんですか。涼しいぐらいですかね。夏の北海道行ったことないけど。手も綺麗な手そんな綺麗じゃないです。分かんない手はハンドとかやっててあんまあれです。あとバレエとかで手首は結構何くね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 っていうかスナップがしやすいバレエはセッターやってて、あのアタッカーに出す人やってて、あとリベロとかもやってて、アタッカーはちょっと身長低くてできてないんですけど、先生がすごい怖くて、小学生なのに毎日部活あって土日も1日連で、で私はそれが普通だと思ってて、中学校にハンドボール部に入った時にそんなスケジュールじゃなくて私の小学校ブラックだったんだってすごい思いました。やばい、漢字読めない何々がかってる感じだね。箱をどうやって取るんですかね。分かんない。学校が疑われちゃうんだろうな。あっデフォルトの学校が取れない。もう散々聞かれたかもですみませんが、何年生ですか。オーディションは初めてですか。高校3年生で17歳。オーディションは初めてです。オーディション初めてだからどうだろう。いいえ、ロング派ありがとうございます。結構今溝落ちぐらいあります。もう宿毛矯正とか3回ぐらいしてて、ちょっと矯正の髪みたいな。いくつですか。17歳です。ポニテとかにしたりする、よくします。部活で結ばないといけないので結んでます。今のボブ時代でも可愛いの確定した。今のロングも似合っているから結局出会ったらオレンジいやいや、出会ったら折れちゃうそんなないです。こんにちは、17歳です。すごい星がいっぱい受験ですか。あ、そう、受験なんです今年。だから大学、バレーボールもアタック打ってたの。アタックはネットが高すぎて打てなかった。でもサーブは
下からじゃなくて上から打ってます。だから体育とかでめっちゃ無双してやってました、バレー。マック91店舗か、多い方なのかな。愛知県どのくらいあるかわからないけど、どうなんだろう。北海道は本当に広い。10円パンみたいみんな言いますね。ここでも貼ってないちょっと甘い。ホワイトボードを配信中に絵を描いたりすると、絵か、絵めっちゃ下手くそなんですよね。なんかあの炭治、あの私鬼滅が大好きで炭治郎描いたんですけど、なんか炭治郎ってわかるけど下手だなみたいな感じ。万が一ダメだったら乃木坂乃木坂ですか。乃木坂も SK もみんな可愛い子いっぱいいてすごいですよね。日本ってそんな可愛い子いるんだ。部活頑張ってね。ありがとうございます。10月に引退なんですよね。もうでも周りの子たちみんな引退してて、まだ引退してないですよね。3店舗って田舎に本当に、誰、なんで3店舗って言われたんだ今25度ぐらい。ああそうなんだ。な、愛知県は38度とか39度とかめっちゃ暑いです。すごいかき氷が来たかっこいい、ありがとうございます。かっこいいですか。部活が握力は結構あり、握力そんなないんですよ。なんか中2の時に握力9と10みたいな、でさすがに弱すぎてえってなって、で中3の時の測ったら普通に22とかめっちゃ上がって、みたいな。ハンドの力なんですかね。昭和並みのブラック園、そうなんですよ。なんかもうめっちゃ怖くて、でもやめるのだけは自分的に嫌で絶対やめないって思って辛かったけどやり続けました。セッターリベロか細かいステップ得意さそうかな。まあでも確かにダンスでも細かいステップとかあるから。オーディション受けてくれてありがとうありがとうございます。分かるか分からないけど、ちゃんとみんな顔出ししてるのに、うん、結構いっぱいいる。部活何してるの？ダンス部です。今はあ、やばいLJK だったら即戦力。 LJK ですよ。ラスト JK です。はじめまして、頑張ってください。ありがとうございます。三四郎さん、ありがとうございます。豆太郎大きなさん、ありがとうございます。楽しみやな、めちゃくちゃどうだろう、いけるかな。バレー無双めっちゃ無双してて、体育も全然5で成績がイエーイみたいな体育以外の勉強順調ですか？なんか国語はもともとめっちゃあれだったんですけど、国語がめっちゃ良くなってびっくりしました。でこの前数学検定受けたんですけど、12級を、でも全然わかんなくてダメですね。10の下の方はちょっとここは見ないでください。でもまあまあまあ大丈夫です。惚れ惚れしちゃうなありがとうございます。アニメ好きですか？アニメは鬼滅とドラえもんが好きです。あんまそんなマニアックなやつとか好きじゃないっていうか、あんま見ないんですけど、鬼滅はもう本当にめっちゃ好きです。炭治郎かい、炭治郎書きます。ちょっと炭治郎マジで下手な、書けるかな。なんか今のマーカーペンじゃない、ホワイトボードのペンって
色あるんですね。なんか黒と赤のイメージだったけど、なんか4色あります。炭治郎いけるかな。炭治郎次郎は、炭治郎炭治郎ですこれでも分かりますよ、炭治郎って多分炭治郎マジで絵は下手なんですよね。なんか他にも知ってる範囲内なら描けますがちょっと下手なので、これ消せる。年齢と出身地教えてください。年齢は17歳で出身地愛知県です。愛知県の人どれくらいいるんだろう。許可フォローしていい？大丈夫です。許可フォローというか聞いたら許可ありになると思います。テストの回答、あ、やばい消えちゃった。炭治郎にしか見え、ですよね、炭治郎、炭治郎ですよねこれ。なんかなんだろう、下手なんだけど分かるみたいな感じの炭治郎です、炭治郎ですこんばんは。ちょっと炭治郎消します。愛知県はマックの数200店舗全国用意、めっちゃ多い。でも確かになんかもう至る所にマックあります。マックは私チキチがめっちゃ好きですなんか他のも挑戦したいけどあんまできない、なんかスタバと同じ要求になる。マック200もあるんか、すごい。ありがとうございます。紙がないんだよね、紙がない紙なんかないかな。小論文の紙しかないちょっと次の配信までに用意しておきます。ここの辺に貼っときます。そっか、貼っといた方がいいのか、ぶら下げれないから。あ、でもぶら下げるやつ買えばいけるかな。ドラえもんは結構ね得意ですね。ドラえもんは口が得意ね。この口が、あれなんかドラえもんでドラえもんですこれは。なんかドラミちゃんこれに耳つければいいかなとか思う。ドラミちゃんってむずいですよね、書くの。あんま書く人いないけど、ドラえもん消します。ドラえもんやばい、めっちゃ消えない。オスで遊んでました。オスいつだろういつかわかんないけど、やばい全然消えなくなっちゃった。黒で描いたら、緑で描きます。クレヨンしんちゃんに出てきたクレヨンドラえもんがですか。炭治郎にしか見えない。もう10番に全集中だめっちゃうまいこと言いますね。全集中してくださいみんな。10番
サンシャイン池崎違いますね、ドラえもんですね。国民的なアイドルのドラえもんです。高校3年生ですか？高校3年生です。うん、JK が終わっちゃうのが悲しいです。愛知県初段、本当ですか？どっかで会ってるかもしれない。普通に炭治郎って分かる、よかった。じゃあシャア大佐、シャア大佐分かんない、ムスカ大佐しか分かんない。好きな動物、好きな動物は、どうしよう、動物いっぱいいるけど、あんまありきたりなのはちょっとえでもな、ありきたりちょっと書けない、むずい。ちょっとむずい。ちょっとよくわかんなくなっちゃった。わかんない、やばい、立ってるこれ。これわかりますか、あの犬とか猫じゃないです、ちなみに。ちょっとやばいですこれ、だいぶやばいっすこれ。結構時差があるんですね。これわかるかな、多分わかんないです。よし、ちょっと熱くなってきて。愛知県出身は現在10人ほどかな。ああそうなんだ、じゃあ結構近くにいるかもしれない。部活はキャプテンやってるの、いや、あの初心者で入ったので、さすがにキャプテンは無理かな。こんばんは。両面テープ？あ、紙ですか？ああ。やっぱり紙のがいいですかね。紙かホワイトボードを貼るやつか、ちょっと用意しておきます、あさってまでに。ちょっと今はあんま用意できてない。うまい、ありがとうございます。ガンダム ガンダム全然わかんない。世代じゃないから全然わかんない。あ、やちょっとやばい。ガンダム？わかんない。ガンダム、むずい。ガンダム、あ、なんかガンダムうん、わからないよ、なんかマイクラにいそうこれ。ガンダム、ちょっとわかんないですね。ガンダムです。いや、私の想像はこれです。ちょっとダメですね。10円、そうなんです、10円ここ、10円じゃないですけど10番ここ
やっぱ10円、なんか10円ですよね、10円の紹介してるみたいな。10円パンチャーです。10円パンチャーでみんな覚えてくれる。なんかどうしよう、なんかインパクトあることないかな。てんちゃんか10円パン10円玉。クイズ気分の気軽に買いに来て、ありがとうございます。ガンダムというよりすごいズコック、逆にそこに寄せな。ありがとうございます。ズコックが分かんないけど、ガンダムちょっと分かんない、ね、だるま100個本当ですか、これどこで見るの。ありがとうございます。タヌキじゃないです。タヌキ見えますけど、でも惜しい、若干惜しい。え、レッサーパンダ、はい、レッサーパンダです。すごい、アイアイさんすごい、レッサーパンダです。よくわかりましたね、やっぱ私の絵でもわかるのか。ラスカルも確かにレッサーパンダ。え、すごい、みんなわかる。ゴトルフィンさんすごい、意外とわかるんだ。アライグマっぽい、うん確かにアライグマにも見える。ちいかわに出てきそうな怪物。ちいかわって怪物出ますかね。たぬき、後ろにミミズじゃない、しっぽですね。もうレッサーパンダです、画伯だ。ありがとうございます。本当にだから保育士とかマジで慣れないと思います。コメント一番上にしたら時差少ないよ。あ、そういうことか、すごい下の方バカ見てんな。立ってるの大ヒントって、あ、本当ですか。でも逆、あ、でもそっか、そう、意外と普通だった、普通なんですかね。なんか周りが上手いのかな、周りがすごい上手くて、1番とか10番っていい番号だね。ありがとうございます。私学校でも10番だね。あ、ちょっと下の方から見た方がいいのかな、コメント。扇風機つかむ、扇風機の音が本当に熱い。メイク、アイメイク割と得意、目尻にかけてるの。あ、そう、あのなんか時と場合によるんですけど、メイクは小学6年生ぐらいの頃からやってて、でもちゃんとやりだしたのは12ぐらいですか。暑いですね、暑いですねとか言って、やばいガンダム。本当にやばいガンダム。ガンダムかわいい。ありがとうございます。まあ、かわいいならいっか、ガンダム。よし、今日からこれがガンダム。はい、もう全部これにしましょう。多分めっちゃ弱いですね。こんばんは。口ポワルっぽい。ポワル、筋肉マンに出てきた。筋肉マン出てきた。トーマスっぽい。みんなすごい。ボクサー塗り壁。誰だ、ガンダム逆にいい感じよ。よかった。やばい、全然わかんない。ジャミア。ゲッターさん。岩タイプ。確かに。岩タイプっぽい。将来のセンター候補。いや、全然。センター多分、私が言ったら壊滅しますね。NHK のキャラ。NHK のキャラ。
ちゃった。うまい棒の悪いやつ。うまい棒の悪い。好きな食べ物はイチゴが好きです。イチゴはなんかイチゴ味の飴をあんま好きじゃなくて、イチゴ味のソフトクリームとかは好きなんですけど、でもイチゴは生が一番美味しいです。パンちゃん、パンちゃん10円消えちゃった。天様3万がついちゃった。10円パンも先生10円パン貼ってこれ大量生産する。シャバーニ、シャバーニめちゃめちゃ難くないですか。シャバーニも愛知県にいますよね。愛知県にいますよね。コンペイトーください。コンペイトー。壊れそう。いや、壊れない、ね。扇風機がですか。あ、でもちょっと割れてますね。暑い暑いです。ちょっとあんま置く場所ない。扇風機寿命じゃないですちゃんと。でも2年前だけど、なんか全然壊れかけじゃないですよ。でもなんかうるさいんですよ最初から。でもフランフラン気に入ってます。かわいい。クーラーついてるんですけど、ここ自分の部屋なんですけど、リビングにあるので自分の部屋にクーラーなくて扇風機しかないです実はギャルイとか、いやそんな清楚です。ブーンかわいいブーンかわいいってどういうことですか。生タンティー絶対にダメです。すごいみんな扇風機いやこれは普通ですよ多分。初見じゃなかったです。本当ですか。本人の固定コメントに自己紹介文、さっきなんかやったんですけどできてないかな。会社で落ち込んでたけど10番ちゃんのガンダム見たらねありがとうございます。ガンダム結構人気で。いちごは生わかる。それが一番本当に。もう全部生でいい。普通に全然食べれる。いちごは、いちご狩りとかもめっちゃ食べます。夜10時までだよ。はい、10時までです。夜配信、これって一回切った方がいいんですか。なんかあんま分かってないんです。あ、セブンのいちごスムージー私も飲みました。なんかソイだからあんま甘くなかった感じですね。なんかあれのスムージー系だとブルーベリーのヨーグルトが一番美味しいらしいですなんか全部私が飲んだわけじゃないけど、友達と全種類飲んで風でなびく髪がしてありがとうございます。好きな色は紫かピンクです。なんかここにも紫とピンク持ち物も結構紫とピンクばっかりですね。最終検査オーディションきっと合格間違いないから、歌と踊りのレッスン頑張ってありがとうございます。本当に頑張ります。好きなお寿司ネタ卵です。私海鮮全然食べれなくて。でもお寿司屋さん、いちごは何が好きですか。紅ほっぺとか、なんかでも全部好きです。なんか
よく甘酸っぱいから好きじゃないっていう人もいるけど、全然甘酸っぱいのも好きだし、甘くないのも好きだし、とりあえずいちごが好きフォローしました、ありがとうございます。フォローしてください。みんなシロにボード立てて自分のプロフィールとか書くと見てる人が分かりやすいよ。なんか見えないんですよね。ここにやりたいけど並んで。よいしょ。17歳で出身地が愛知県です。こんぐらい。あ、逆で書いた方がいい。これなんか字下手なんですよ書き方な。あ、そうだ、思い出した、あの書道も習ってました書き方はなんか書き方と書道習ってたけど字が上手くない。どうしよう、これを立て書きたいけど立て書けれない。え、これってみんな逆に見えてるんですか。逆で書いた方がいいのかな、ちょっと難しいハンディ扇風機はギャルって感じどういうことですか僕も一番好きな色は紫です。梅かなありがとうございます。紫いいですよね。紫好きどんぐらいいるんだろう。でもピンクも結構好きなんですよね。なんかピンクと紫の色合いがめっちゃ好きです。あとは普通に黒とか白が好きです。黒とか白は私服の色が好きですか。海鮮食べれないの寿司屋が好きなんだろう、なんかお寿司屋さんの雰囲気が好きなんです。回ってる感じがなんか一回回ってないお寿司屋さんに行ったことあるんですけど、やっぱ回ってる方がいいなって知らん。私くら寿司とかはま寿司の方が好きですね、ポテト。うん、どこだっけな、はま寿司かな、あのかな、くら寿司か忘れたけど、どこかのラーメンが美味しいですラーメンも結構食べます。1時間ごとに配信やり直せばまた50カウントできます。あ、そうなんですか。じゃあ1回切った方がいいのかな。どうしよう、どうすればいいんだろう。50カウント贅沢な大トロのやつですね。いや、そうなんですよね。お嬢様じゃないです。と、年齢は17歳で出身地愛知県です。なんかめっちゃシンプルなんかどうしよう、次の配信までになんかデコっといた方がいいか。あ、そうか、フォローすればよいのね。フォローしてくださいあと3時間30分ぐらい配信できる。22時までで分かりました。紅ほっぺが好きなのか、静岡の、そうです、静岡の、やっぱり静岡がいいです。ありがとうございます。休憩つった方がいいかな。でもそんな疲れてないんですよね。字も上手だすね。上手、間違えない、字も上手だ。いや、全然上手じゃないです。字が本当に字が下手で、うん、あ、見えますか。よかったです。女の子って感じの字、女の子って感じの字ですかね、これ
いつも年齢の例を逆に書いちゃいます。いつも消すはめ、消す時間があります。連続配信に時間制限、あ、ないんだ。自分の予定に合わせてできる時間に配信ね。ありがとうございます。3時間ぶっ続けでやる人いるのかな。でも充電が切れそうになったら1回切りますね。今半分ぐらい。なんかスマホの充電とか私 3% とかにならないと焦んないんですよね。 10% とかでもまだあるって思う方で、いっぱいになったらもう絶対しますけど、マジで10とかは全然焦んないです。そうなの、コーデに紫入れるの難しいんだよね。え、そうなんです、紫ってどこに入れようみたいな、難しい。声かわいい。ありがとうございます。声ちょっとなんか前より低くなったんですよ。なんか女の子なのに声変わりしたのが、あっという間にランキング16。いや全然、でも最初32位でめっちゃ上がりました。10位関係あるの、うん、どうなんだろう、関係ないとは思いますけど。SR 終わりに5分ほどに壇上の順位を下から読んであげるといい。どこにあるんだろうそれ。こんばんは。スシロー行ってらっしゃい。あのぜひ卵食べてください。卵とあと稲荷、卵と稲荷は絶対食べます。でもなんかツナとかコーンとかはあんま好きじゃなくて、でハンバーグとかもあんま好きじゃない。ご飯食べないの、もぐもぐ配信でもいいですよ、無理せんように。ありがとうございます。もぐもぐ配信っていいのかな。ちょっとやっぱ暑いですね。飲み物飲みます。 3% から粘る、うん、本当にそう。全然焦んないですね。結構おおらか、ありがとうございます。性格がおおらか。よく天真爛漫と言われます。性格は、はじめまして。順位は関係ないので好きなタイミングで。ありがとうございます。本当に今日は、今週は夜勤だから今から会社に行ってくる。わー、夜勤大変ですよね。夜勤きつい。ちょっと私はできないかも。将来お疲れ様です。こんばんは。お寿司は魚でしょ。いや魚がちょっと。SK は名前呼ぶね。そうなんですか、わかりました。頑張ってやります。身長 152.4 です。もう153って言っとこうかな。ペットを飼ってないです。なんかめっちゃ飼いたいんですけど、なんか死んじゃった時がめっちゃ悲しいからなかなか飼えないんですよね。飼うならめっちゃ迷うんですけど、猫か犬かどっちがいいんだろう。でもなんか犬は病気しやすいっていうから、うん、どっちがいいんだろう。また来ます、ありがとうございます。初見です。あと私17歳、17歳っぽく見えますか。よく学校の先生に17歳には見えないって言われて。ひどいですよね、あんたに。
しかしたらホワイトボードのなんか貼るやつがあるかもしれないけど、なんかこれ席立たない方がいいですよね。無人になっちゃうから。てんちゃんってなんとなく早起きしてそう、健康的に本当に全然遅寝遅起きなんですよ。だからめちゃめちゃ毎日ってかめちゃめちゃ遅刻するでもなんか遅刻するけど間に合うみたいなめっちゃガン出してますね。めっちゃ走ってギリ間に合うみたいな。本当に全然早寝早起き。寿司屋のサイドメニュー、本当にもうサイドメニューだけ食べに行ってます。はじめまして。ありがとうございます。ヘビドナっぽい。いや全然本当に17歳に見えないって。いやめっちゃ下になんか14とか13とかめっちゃ下に言われる。2000人おめでとう。ありがとうございます。もうすぐ3000人いくかな。 K-POP 好き。あ、 K-POP はなんか好きって言うとオタクっていうかそのガチファンの人に怒られちゃうかもだけど、結構歌は聴きます。自分のプレイリストとかもほぼ K-POP です。で部活とかでも結構 K-POP 踊るので。朝からそう本当にめちゃめちゃダッシュしてます。だからもう夏とか汗だくなんですよね。ダッシュしてるところだけそうですね、あの毎朝ランニングってことでいや席立っても全然大丈夫。本当ですか。ちょっといいかな立って。多分貼るやつある。でもどうだろう、壁がザラザラだから落ちてくる気がするけど、ちょっと一旦どきます。よいしょ。いて。これめっちゃピンクなのにめっちゃ紫みたいな色です。え、年齢と出身地とあと何書けばいいの。あ、特技なんだろう。フラフープはもう永遠に回せますね。フラフープでいいかな。特技年齢出身地特技ラあとあのなんだっけマップ、あの連想してくやつ言葉から、それめっちゃ得意です。でもあれなんていうかわかんない。連想ゲームでいいのかな。
れるのかな。なんかすごいおしゃべりみたいな。え、これ貼れるのかな。ん？これ多分無理。これ紐だから絶対無理。え、絶対無理ですよねこれ。これはなんだ。あ、そういうこと？ちょっとダメですね。こうやるやつ。ちょっとどっちもダメですこれ。戦力外です。紙、やっぱ紙で貼るしかないかな。両面テープあるかな。13には見えない。うん、私も見えないけど。ブラックピンクとか踊りそう。あ、ブラックピンク踊ります。でもなんかルセラフィムとかニュージーンズとか踊ります。10円だけある。10円じゃないね。貼れるのかな。いや、帰ってくるの早。さすがマヤス。そうなんですよ。もう家でも出ししてます。うん、やっぱ両面テープと紙用意しときます。あー、誕生日、うん、ちょっとでかすぎた字が。私一回切ってやった方がいいかな。紙になんだっけ、誕生日か、誕生日やばい、覚悟しない。これでいいかな。見えてる。字汚い。あ、3000人いた。ありがとうございます。小学生ですか、中学生、高校生です。高校生です。ガンダム変えたらやばいです。ラフープ SKE の番組で多分長すぎてカットされる。好きな柱とかかな。めちゃめちゃマニアックになります。前髪はもう本当に毎日、本当に風吹いても大丈夫です。でもそんなパリパリ感はないです。でもちょっとなんか今いかダメ。フォローしました。ありがとうございます。スマホリング、え、そう、めっちゃスマホリングこれ。スマホリングですよねこれ。なんでこれ、あ、なんだろう。一回休憩、そうですね。一回じゃあ休憩した時にやります。どうしよう。19時にやめようかな。計画破壊、うん、めっちゃめっちゃ計画破壊する。横顔かわいい。ありがとうね。横顔、ブラックピンク好きそうですけど。見えますか、ピンク好きだから。今一瞬ピンクっぽくなったのかわいいか。ピンク
右の方がいいかな。フォロワーの増え方、え、今698、あ、でも違った、688。え、ありがとうございます。フラフパイシーもなんかもうやばいですよ。だってフラフパイシーやっぱ紙に貼ります。私なんて、なんかてんちゃんって言われてます。てんちゃんか10円パン。ちゃんと読めるか OK、 よかった。そうです、今日から配信、いや7月22日から配信で、忙しくてできてなかった。身長 152.4 です。150ですね。私的には大きいと思うんですけど、うん、髪の毛サラサラ、ありがとうございます。ちょっと今あんまサラサラじゃないけど、なんかサラサラの時はめっちゃサラサラです。でも宿毛3回してるからそれもあると思います。愛媛じゃなくて愛知県よね。はい、愛知です。本当は連続より1時間ぐらいで聞いて少しリフレッシュしてやると。確かに確かに。じゃあ19時に切ろっかな。19時に切ってどうしよう。でも22時までだから何時からやればいいんだろう。何時からやったらみんな見てくれるかな。ウィンクうまい、スクショタイム測らない。ありがとうございます。ウィンクウィンク上手ですか。ウィンクのどっち馬の目もできるの、すでにアイドルじゃん。全然なんかコツコツはあんまこっちの逆側の目をあのこうならないこと。あ、そっか、身長、身長書きますよ。でも書く場所、書く場所なくなる。身長、こんぐらい。後で紙に綺麗に書いて貼ります。みんなスクショして覚えてください。OK、 いいです。ウィンクうまいね。書くことは他の人の参考にする。確かに他の人休憩の時に見ます。10円パンハッシュタグいいですね。ハッシュタグつけときます。これが10円パンに見えるらしいです。うん、どちらかといえば10円玉。いや、そんなこともないか。父ちゃん父ちゃんとかてんちゃんとか。これが初配信。はい、初です。推しがてんちゃんだったの。てんちゃんそうだね。切る前に次は何時から配信するか、配信するっていうか書いておくか。わかりました。どうしよう。全然みんなの、みんなのっていうか皆さんの希望、希望聞きたい、希望聞きたい。でも一回19時に切ろうかなとは思ってます。すでに笑顔はプラン。10円パンちゃんインパクトあっていいね。インパクトありすぎる。特技が特罰になっていたのよな。
になってます。あちゃー、直します。特当てへん、あ、友じゃなかった。国語得意なはずなのに、あ、待って、なんか変な感じになった。特技書きました。てんちゃんか10円パンちゃん、どっちがいいですかね。この投票、え、待って待って、どうすればいい。じゃあ10円てんちゃんが1で、今からボール投げるから、てんちゃんが1で10円パンちゃんが2ってお願いします。初めてやるけど。1がてんちゃんで、2が10円パン。流行りやね。でももうすぐ入れなくなっちゃう。1がてんちゃんです、2が10円パン。まあでもどうなんだろう、1か2か、何ちか。これいつ終了すればいいか分かんない。どっちがいいかな。じゃあ55分になったら終了します、投票。今終わりました。ありがとうございます、ありがとうございます。可愛すぎて逆に。そうかな、目が魅力的ですね。ありがとうございます。よく目は好きって言われます。身長止まって、はい、止まりました。152で止まりました。インクうまいのかな、わかんない。転がされそうで、こう転がされ、本当に本当かわいい。今日てんちゃん見つけ、ありがとうございます。今日始めたんで全然まだ。天次郎、天次郎やば、天次郎すごい。確かに確かに。あ、じゃあ投票終了します。やばい、まだまだ投げられて、え、これどうしよう。 OK、てんちゃんが 59.8 で、10円パンが 40% なのでてんちゃんにします。まあでもなんだろう、正式っていうか、てんちゃんって言うけど10円パンでも全然大丈夫。じゃあてんちゃんでお願いします。配信してくれてありがとう、ありがとうございます。そう、10番だから、ちゃんか10番、あ、ちょっと10円パン。でも10円パンはハッシュタグつけようと思います。ギャルっぽさも、ギャルっぽいかな。わかんない、ちょっと待って、落ち着いてるね、ありがとうね。落ち着いてるのかな。じゃあ一回19時に切ります。これどうしよう、どうやって言えばいいの、テロップ。19時に切ります。何時から始めよう、20時とか、20時から始めます。これでいいのかな。5時は気にしない、はい、みんな気にしないでください。
10円パンチはなんかじゃあハッシュタグに入れておきます。10円パンって韓国、うん、わかんない、食べたことないけど、そうなのかな。ウィンク目ありがとうございます。確かに大須で有名なら愛知県だし運動神経どうなんだろう。でもバレエ、ハンド、ダンスってやってるから分かんないけどどうなんだろう。でも走るのはめっちゃ得意じゃないです。天次郎やば天次郎やばいね。天次郎なんかいろんなあれが出てくる。確かに10円パンにしますね、あのハッシュタグは。でもう一個天次郎つけておきます。ありがとうございます、みんなつけてくれて。152、意外と小柄ですね。そうなんですよ、意外となんかでもちっちゃい、ちっちゃく見えます。準備したけどちょっと間違えましたね。これちょっとスマホリングで、これ作るの何時間、そんなかかってないの、全然30分ぐらい。まあでも貼るだけなんで、スクショください。わかんない、10円パン食べたこと、いやないんですよ10円パン。テロップ出た、出ました、よかった。エントリーナンバー10が店長になるパターン多すぎる。うん、確かに、どうしよう。まあでもみんなが店で店ちゃんでいいならいいけど、確かにありきたり。100円パン、どこ出身ですか。愛知県で、韓国500円するんだ。朝ダッシュしてるのに走るの苦手なそうなんですよ、なんかなんだろう、でも長距離だから短距離は無理なんですよ。運動神経いいかな。顔だけ見たら高身長な感じ、本当本当ですか。うーん、身長もうでも止まったから19時になっちゃった。あ、本当だ、じゃあ切ります、バイバーイ。壇上ってどこですか。ありがとうございます。壇上、壇上わかんない。加工がなんかデフォルトの加工で撮り方がわかんない。ランキングってとこ見るとわかりやすい。ランキング買い物、スペシャルギフト、ありがとうございます。あんまわかんないけど、すごい、めっちゃ送ってくれありがとうございます。あとやばい、ランキングどこ、ランキングランキ、あ、これあった、ああな、何番から呼べばいいんだ、これ100から読み上げればいいですか。
100がカズ兄さん、あ、4ってダメなんだっけ、100、これなんだろう、なんかアバターが女の子99が浮き輪のアバターの人で、98がリスの人で、97がウサギ、なんか風船持ってるウサギの人で、96が段ボールに入ってるウサギの人で、95がパンダの人で、え、これ90から読んでいいの、やばいやばい、わかんないわかんない、113からでいいのか名前呼び OK だっけ、いや、わかんない、13から言います、13でいきます、13は、え、待って、名前読んでいいのか、え、この名前読んでいいのかな100から長いちょっと待って、やばいやばい、コメントが追いつかない、そう、初めてでちょっとわかんない、え、ちょっと待って、やばい、19時過ぎちゃう、アバターのイメージでいいのかな、じゃあアバターの感じで言います、アバターの感じあんま分かんないけど、13が、うん、博士みたいな博士さんで、12が、うん、猫のサングラス、11が猫さん、10がなんかポチャッコみたいな感じで、9番がん、なんかちょっと 9位がタコさん、やばいやばいやばい、8が、あ、見たことある、これなんかお猿さん、7がわかんないけど、なんかモンストみたいな感じ、6位が、うーん、歌歌ってる人、5が、あ、ん7、あ、ん5がなんか男の黄色の服の人で、4が男の人で、あれ、ちょっと待って、なんか違うかも、4が、え、なんかこれ、あ、まあ、いっか、4が、ん、やばい、あ、やばいやばいやばい、待って、やばいやばい、上か、で4番、ごめんなさい、4位がなんか旗、黄色の旗の人で、3位が寝てる人で、2位がパジャマ着てる人、1位がウサギさんですありがとうございます、ちょっと読み方とか調べます、じゃあ切ります、ありがとうございます、すごい、これスクショしていいのかな、なんかすごいめっちゃいる、パチ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 、お疲れ様です。
切ります。ありがとうございます。